リアルというか、うん、本当に繊細なあの表現が描かれていたな。それぞれのキャラクターのこう我慢してるところとか嬉しい時とか込み上げてくる時の表情が嬉しくなったりもするし辛くなったりもする、染み入ってくるっていうのがまさにその通りだなって。ここからも青豚は続いていくんだっていうその一本だったなというふうに思いますね。常にこうそばにいてくれるみたいなそのあり方がすごく胸が温かくなりましたね。頑張りたいことを頑張るっていうことが間違いじゃないんだ、そんな、人生のバイブルになりうる作品だと思います。知りたい